吉永先輩ってほんと綺麗だよね。足長くてスタイルも抜群だし。うんうん、確かに同性の私たちから見ても憧れるもんね。今年から高校へ入学した私はテニス部へ入部したのだが、そこに超絶美人の吉永由里という先輩がいた。吉永先輩は男女問わず全学年から人気のある人。端正な顔立ちで、しかも才女、そしてスポーツもできる完璧すぎる女子だった。同じ人間とは思えないってこういうのを言うんだな。先輩はテニス強豪校であるこの学校へ入るため寮へ入り、田舎から出てきているのだという。ほんと田舎だよ地元。バスなんか乗り遅れたら一日の予定狂っちゃうレベル。ユーモアもあり、いつも明るく元気な先輩だったが、ある時急に元気がなくなった時期があった。心配した先輩と同級生のテニス部員が聞き出した理由に衝撃が走った。親がね、私より江戸が二回り分年上の農家の長男との縁談を持ってきたの。そんな、何時代と、そこにいた全員が驚いた。だよね、いくら田舎だからって何世紀前の政略結婚って感じだよね。そう言うと先輩は深いため息をついた。はぁ、小さな学校ではなかったが、その話は噂となって学校中をすぐに駆け巡った。そして先輩のファンクラブの男子や私を含め、先輩に憧れている女子が集まり、吉永先輩は女神、そんなおっさんに嫁がせてなるものか。吉永先輩を守る会なるものまで結成し、時間がある限り先輩を守る方法をみんなで考えたりもした。しかし意外な結末が待っていた。なんと先輩は自分自身でその問題を解決してしまったのだ。その方法もまた衝撃的で、周囲を大いに驚かせた。吉永先輩。そうよ、どう、見た目結構変わった。変わったっていうか、別人じゃないですか。なんと先輩は、元が身長165センチ、体重43キロだった体型を、夏休みの間に15キロ増やしていたのだ。まだまだよ。見合いは年末だって言ってたから、時間はあるから。そう言うと先輩はその後も2学期の間太り続け、最終的に半年ほどで元の倍近くの体重になったのだ。ツヤツヤだった髪の毛は手入れをやめたらしく、ボサボサで絡まった髪になり、不摂生で肌荒れも発生し、信じられない変貌ぶりに何事かと先生たちまで驚愕していた。先輩だけが、想像通りよ、これであとはだらしない態度で見合いに臨むわ。そして冬休みが明け、3学期が始まり、先輩と再会するとまだ体型は戻ってはいなかったが、小綺麗な感じは戻ってきていた。私たちを見つけると先輩はとても嬉しそうに駆け寄ってきて、大成功と言ったのだ。ねえ、ありえない、せっかく10代の嫁さんもらえるって聞いてたのに、もらってた写真と違いすぎるし詐欺じゃねえか。ジェルスはお断りだ。てわけで破談にしてきました。そんなこんなで頭も良かった先輩は日本最高峰の大学に合格し上京。先輩は健康的なダイエットで体型を戻し始めていたのだが、もともと太りにくい体質らしく、減らすより増やす方が大変なんだなってと羨ましい名言まで残して卒業していった。さすがというか、やっぱ先輩とは同じ人間とは思えないよ。先輩は一度も実家のある田舎へ戻ることはなく、都会でそのまま結婚。最近久しぶりに会う機会があり再会したが、なんともう男女の双子の母親とのことで、これまたびっくり。てへへ、旦那さんもイケメンでお子さんも超絶可愛い。そういえばね、最近親から連絡来たんだけど、あの時のおっさんってまだ独身らしいわ。おっさんというよりもうおじいさんに近くなっているであろう、あの時の先輩の見合い相手は相手を選びすぎて未だ独身。そろそろ痩せた？痩せて小綺麗なら若くなくても許すって言われたけど、私は一生太ってる設定。そう言って笑った先輩がとても幸せそうで、幸せは自分自身で掴み取るものなんだと思えた。ご視聴ありがとうございました。また見てね。